いや、こちらこそありがとうございます。いや、前回のこの、はい、あるじゃないですか、からちょっとやっぱ変わったんですよ、はい、いや、変わったら変わりますよ、はい、で、なんかちょっと分かったんで、そのちょっとだけその分かんなかったら先が見えるじゃないですか、ってなると、あ、これで使えるんだっていうのが分かってきまして、本当に変に揉むより全然緩む。そうなんです変に揉むと全然固まるんですけど、ね、はい、いや、そうなんですよ、なんかで、あとやっぱ大事な呼吸、で、呼吸吸って止めてもらうじゃないですか、あの時に緩むのと、吐いて緩むのの時があるんですけど、そこはいまいちまだちゃんと分かってないんですけど、吐いて緩むのも使っていいの、はい、でもその時に、なんですか、ほどけてくるんですよね、これキャッチしとくと、吐いてもらって、そうその感覚がめちゃくちゃ出まして、それをね、はい、ふわーってほどけた時にちょっと流してやるんですよ、そこもとかは、あー、なるほど、ふわーって分かってきたらこう動いてるじゃないですか、こうやってふーって、あと筋絡図あるじゃないですか、とこの辺の、この辺の筋絡図こうなるじゃないですか、ここで引っかかるからあの図になるんですか、なんかこういろいろ動かしてて、あれね、多分僕のやつで筋絡図って実際にはないんですよ、あのエネルギーのルートだから、こういう時にこの関節のこうでもここふわーって、ふわーってこういうエネルギーの広がりが筋絡なんですよ、わかんないですけど、ね、そういう風に教えてはもらってない。見てる人ももっとわかんないな、これ。こううにゃうにゃうにゃっていう図があるんですよ、あの解剖図と違って、はい。で、それを僕の解釈で言うと、このこういうことを動かした時に、正しいエネルギーっていうか力の流れがあの筋肉図。動いちゃうでしょ。で、そこが正しくなくなってると筋が違えて硬い。はい。筋肉のもっと奥なんですよ、要するに。で、目には見えないんだ、多分。そこを追って揉もうとしても解剖図と違うじゃないですか、全く意味出ないんです、それは。なんでここアプローチしたら、特に外側上顆炎とか、あの低水時とか、あの上腕二頭筋のこの炎症とかが、これでめちゃくちゃ抜けるんですよ、筋、あの筋を正してるんです、はい、なんででもそうなんですか、解剖的にそこにアプローチする意味がいまいちわからないんです、解剖的には。あ、引っかかる場所が悪いっていうのがちょっと、え、これ別に解剖的にそこじゃないのになっていうところが引っかかるんで、でもそこはプロセスと変わるんですよね。そうやってるんですよ、はい、でもなんでかが言えない、僕なんでかは僕も分かる、お医者さんも分かるでも見えない動きのルートがあるとしか言えない、そうすると技かかるじゃないですか、はい、っていうのがすごい変わりました。これ面白いんだ、 手で触れれば分かるってこと、 でもここはまだ分かってないです。あ、さっきの、はい、さっきのこれですね、ここのここは分かるようになってきたんですよ、ちょっとずつ。じゃあ今日はそこからいきましょうか、スーパーやわらぎ、はい、スーパーでお願いします。で、僕は後でちょっと今日腰重いんで、はい、スーパーやわらぎ教えてからやってもらおう。わかりましたぜひお願いします。お願いします。お願いします。やってみましょうか。はい、どうしようかな。ここ上に座ったら分かりやすいんで、向こうに向けて座って、僕こう立っちゃってもいいですか。はい、あ、僕は座ります。スーパーやわらぎ、はい、その1 よっこしょ。これ上からね、撮ったほうが多分いいですよ。何やるかと言ったら、こういうふうに手後ろにしてくださいってやるんですよ。もういかないじゃないですか。はい、おすぐ早くして。すいません。大丈夫です。これ、ここで、まず骨取ってくるんで。いいですか。じゃ今、可動域変えます。いつも言ってるように、はい、これ以上自分で頑張ると筋肉に負担がかかるんです、はい。筋肉に無理させてる。でも、もう一つの運動指令よっていうものを使うと、はい、その筋にエネルギー的な流れるんですよ。それで変わってくるんですけど、鎖骨たまり動き良くないですよね、はい、こういう風にしたら鎖骨の真ん中あたり、ね、真ん中あたりに圧を加えると電圧変わるんだよ。この状態にしていくと動いていく。で、慣れてきたら鎖骨と肩甲骨セットだから圧を加えるだけ、うん、ちょっとすると動いていく。この圧を加えるだけっていう手の触り方が、そう、これはね、ダメ。いや、痛い。減圧だから要は軽く触れたら動いてる。で、これでやってくるじゃないですか。はい、そしたら今度は、めっちゃ動いてますか？指の骨に圧を加える。そうすると動いてる。この状態で、ここから最新の指に圧を加えたら、この指の腱を引く。そうすると動いてる。縦の腱。縦の剣を引く。おお、やばい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 。やばいでしょ、これ、はい。この状態で触ってって、関節硬いから、はい、関節は横だから、横の剣をこう圧迫かけて、動かしていくと、
おお、うん、この状態であとはダブルで蹴る。こんな動かないでしょ。そうですね。であとは背骨をちょっと正してやる。ああ、それも大事なんですね。これで相当動くでしょ。いや、まだいい気がします。これ一発で、うん、2、3回でやれば相当効くんです。相当楽でしょ、これ。これだから今朝空手教室でお医者さん来て、はい、一瞬で変わるから。でも分かんない、何が起きてるか。こうこれだけのとこがあって、でも段階も踏みたいんじゃない、いきなり指じゃなくて、そう、まずここ、ここ鎖骨触るだけでも動くんですよ。真ん中なのこれ、はい、うん、これだけ違います。ここが、これ自分でもできるんです。これ真ん中がいい理由ってあるんですか。これね、聞いたら骨の電圧、どうなってるんですか聞いたら、マイナスマイナスプラスなの。はい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 。ってことは、正常に動くときって中心がテコになるから、この中心のテコを指令与えてやったら、うん、筋は正しい動きをする。なるほど。こうやると、はい、詰まってるからいかない。違う違う違うんです。これ使うときもある、こうやってここで回りづらいからこうやって動かして、あ、はい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 、ただ最終的にこっち戻しやんないとよくない。そこ触られるだけで全然違う。これ面白いですね。骨って悪くなるとこ直せるようにできてて、前腕の骨出てるんじゃないですか、はい、前腕の中心に圧加えればこうなる。おー、でもこの前腕の中心に圧を加えるって言われるじゃないですか、もう触り方がすごいんですよ。触り方に問題秘密があるんですよ。いや、すごいんですよね。でもそれがなんか最初分かんなかったんですけど、だんだん分かってきてる、はい、結局運動してこう、例えば僕が持ちます。これをこう簡単なやつで、こういうやつあるんですよ。ここ挟んで圧を加えて、これあんま変わんないで、手で持ってから。で、足からちゃんとつながって頭の持った手の状態で組んでる。おお。これ別に上げてない。要するに支える方がちゃんとしてて、動きが大きいからつられて動く。こうなってもまだ。はあ、ただでもこの方が圧は強いです、はあ、ここはもう肉体訓練して、おお、はいはいはい、でこの状態だからもう触ったらもっと、おお、でこれの次のやつはこういうふうにしてもう取ってるから、骨と腱と、すごいでしょ。これ大概治って、これすごいのが脳梗塞の人とか自分で動かせないじゃないですか、はあ、こうやってクンってやると この動き出せないんですよ。意識じゃない動き操ってるわけだから、はい、動かせない人でも動くから、それで訓練続けていけばつながってくるし、そもそも動かせないからきついから、こうやって足とか動かしてないんですよ、はい、そう、骨もきついですよね、そういう人、はい、すっごい調子よくなる。骨が無理やりだけど動いてる。反射をもうこっちからの指令じゃなくて、もう一つ反射なんですよ。反射を利用してるんですよ、す脳じゃないんですよ、はい、こう動きなさいじゃなくて、はい、で、足もやってみましょうか。こっちだと思うんです。腰の柔らかい。これ上半身じゃないですか、肩とか。はい。あ、大丈夫です、これは。こうするでしょ。肩甲骨に相当するものってここなんですよ。おいって。ね。これをこういう風にして、この状態でこういう風にして、だんだん動きます。骨触れるから。でも骨触ってる。そうそう。こんなきつく触ってる。最初鼠径部でしたよね。そう。こう痛いからやめた。痛い。触れるとこからで。だから腰痛の人は。はい。骨盤触れば。肉離れしてたんで多分。動きが出てくるんだけど。だいぶ良くなってきますね。手と足違うのは膝のお皿があるから、お皿触っても反応出るから。めっちゃ持ってくれるの。でここが正しいネットワークしてないから、だからここを真ん中押すんです。軽くでいいんですよ、はい、軽くそうすると骨の圧が変わるから動こうとするんです。一番いいのすねなんです。すねは多分出てるから神様が触ったらよくなるんですよ。すごい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 。ここがちょっと突っ張るぐらいで、これがなかったらもっとどこまでも行く感じですか。行くでしょ、はい、ここも行かないんですよ。下がさっきと一緒、ここで引っ張り出して、この状態をしたら、この手の剣を動かす。おお、おお、面白いでしょ。めちゃくちゃ面白いです。で、構造的にじゃあかかともよく
重心取ってないからこう引きながらかかとと合わせてやつ。指硬いんですよ、ね。指ね痛いんですよ。ここ痛いでしょ多分。硬いもん。ここ厚く湧いて。痛いでしょ。はい。これできるのは多いんですよ。いやでもこっち楽。楽でしょ。これをここでストレッチされるとダメ。はいはい。要するに意識じゃなくてもう一つの反射を。おお全然違うな。なんだこれ。これが自然の中を向いてるときはこういう可動してるんですよ指が一回。だからめちゃくちゃ引き上げられるんですよ。そう勝手に伸ばされるんじゃないですよ引き上げられるんですよ。うんうん、だからいや今までのは骨なんですよ。骨が動いたときに腱が勝手に動くからその時の筋肉の筋出すとか全然変わっちゃうんですよ。ストレッチを受けてる感じじゃないですよ。うんうんうん、蘇らしてる。なんか。本当骨董から動いてって引っ張られてくみたいな。これ、まあ、足腰だから形がだから違うからやり方が違うんですよ。これこれ折るから圧だから。でここは真ん中なんですよ。骨盤の方って。これ揉んでるように見える揉んでないの。あの抑えられてるんです。ここでこの動きをした時に骨に引力が正しくかかった状態を。やるいや全然違うな。違うはい。いや気持ち悪いですね。なんか分かこの動きがないんだよ。この動きは筋肉の奥の筋が動いた時に初めて来る。筋肉が動かされてる感じは一切ないです。筋なんだよね。はい、あ。なんかだから突っ張るっていう感覚はないです。これでこの相当きちゃうところで。え、なんだろう、なんかスイッチなんですよ。そう、スイッチなんですよ。押されるとなんかもう勝手に上がっちゃうんですよね。これだけなんですよ、ね、こうやってこの筋を、はい、指なんかこのままなんか収納されていくぐらいですよ。コンパクトこんな柔らかくなるわけないでしょ、普通に。これはだから訓練もできるしこれちょっと相当楽なんですよ、1回ですよ。これちょっと落ち着かして体上手にやれば抜けてないでしょ。肩抜けちゃうんですから、どんな力でも。この状態をしたらもうこれで中間地点触ってる。いやこれがすごいんですよ、ね。はい、これだから手じゃないんですよ。みんな手を作ろうとしてるけど手は体でできるんだよ。ああ今押して立って全然違うんですよ。はい、そうすると相当楽なんですよね。そしたらこの状態で運動してもらったりするじゃないですか。はい、枕ちょっと取ってもらって、はい、はい、じゃあ回してみましょうか。今みたいする。引っかかるとか止めてみましょうね。引っかかるとか。たらこう止めるんですか。今度上から取ってる。鎖骨から。そうすると背骨まで詰まってくるでしょ。全然違う。おお。ここが硬かったら動けない。腰だけ揉んでては落っつかないです。どうやっても落っつかない。そこの状態でこういうふうに動かしてもらってこっちで合わせてもらう。ああ、ダメだった。そうそう、行くってところで。ああ、ダメだった。これは相当効きますよ。これうまーく合わせてる。手じゃなくて体です。これ息も抜けたらダメ。呼吸抜けたもん効かないから。そしたら吸ったとこでこの状態で次の、うん、そうすると自分も痛めないですよ。力、腹の力抜けてない。指の痛みはだいぶなくなりました。指はね、硬いだけだから一生懸命やろうとしたんですよ、その最初習った時。で、なんか久しぶりに筋痛になったなぐらいな感じだったんですけど、これね、当てるだけだ。はい、楽になかった。当てるだけで、グッと押すから痛む。当てるだけで体が持ててる。ガーッと大丈夫。でもこうやったら迷惑だから、痛いから。すいません、タイルさん、こっちの方が痛いです。これだって硬い。触れ触れ。痛いな。万歳してねじる、玄関までねじる、はい、このまま、はい、伸ばして、そうそう、ポンポンポン。動きがいいよ。よし、でもう一回、こう、いっと。で、ねじる、ねじる、ねじってる。はい。はい、動かして。もう一回回って、よいしょ、巻き合ってみる。で、はい、ギュー。
想定でいきます。こういう意味はこういう風にして患者さんがこっちで動かしながらちょっと入れて、あ、なるほど。これでもただやってあげるより一緒にやった方が効くんで、これ相当楽でしょ。はい、よいしょ。あ、めっちゃ重くない？めっちゃ重くない？もんでもいいな。こっちは持ちがいいんですよ、うん、元は正しい。いや、なんだ、肩甲骨めっちゃ重くなったんですか？うん、はい、肩甲骨ってね、そこだけ動かないんですよ。鎖骨も動いて一緒に動く、はい、でも肩甲骨離してくれる、鎖骨一緒に離さないと、はい、無茶なんですよ、はい、そうですよね。そうなんですよね。でもこれはあれですよね、別に狭窄関節とか腱鎖関節とかそういったものを狙ってるわけじゃないですもんね。鎖骨の動きだけですよね。すごいなぁ、これめっちゃ効く。これはね、意外と自分でやっても効くんです、はい、筋肉じゃないから。こうやって触って動くんです。だからいつまでもやってるとで壊れるんです。こうやったら触らないでここで動かすように訓練飾ってる。これも肩の意味なんです。ずっといつまで触ってないし、最初から触らないでもできないんです。うん、とパキッて今入ったの動かせないところ。いや、でもこれすごい動きますね。動くでしょ。これめっちゃ使いですよ。あの、だんだん前も言ってたんで、最近言わなかったってやつがあって、はい、手当てなんですよ、僕にやってるの、はい、こう昔の手当てこうなんですよ、はい、でもお互い体がこうやっても引かないんだよ。おばあちゃんちゃんといい姿勢でこういうの大丈夫だよってこうやってあげれば、体いい動作で言ってるんですけど、何なんですかね、この安心感が違うんですよ。そうで、もう完全に中が大きくて姿勢がいいから、そんな力いらない。こうすると力がいるし、手だけになるんだ、うん、でこれを現代で僕発見したんです。同じことでも効かないから、もう神様ね、まだね、人類をね、見捨ててないんですよ。昔これでよくて、こういうふうにするじゃないですか。例えば肘が痛いとき、この先の骨って触れるんですか？肘マックスにしておくじゃないですか。ここで骨に圧を加える。ここが足りないだけ。これでこうやってれば実際の奥にカーンってくるの分かるじゃん。カーンってくるの分かります。これでここ持つと圧が加わるから、これ破壊だ。ここは養生の前に触れる、はい、ここだ。全部ね、治したい痛い場所になってるんで骨出てるんですよ。あ、なるほど。骨に手当てして、ね、もっと効かせたければ人間って動くから、こうやってさっきのとこ触るより肘じゃこうやって厚く割りましょう。こう触る、もう一回作るでしょ、はい、お、ここやっちゃうと軽く、これは危ないよ、はい、壊れるの、はい、ここは危なくない。おお、でもこれが一応勝手に動きますでしょ、はい、こうやって肘こう持ってきて、これこうやってここあると全然違います。ほぼこれでやる。だから勝手になんか勝手に動くでしょ、はい、頑張っても動かないんだから、勝手に動くのを取り戻さないと危ない、はい、すごいね、すごいでしょこれ、はい、なんか勝手に加速しました、ね、動く方向が、はい、とか動きを自分たちでやる練習をしてくる。それはあれですよね、触ってるだけじゃなくてしっかり立って呼吸を入れてそうそうそうやんないと、それは勝手にそっちの方向を加速してないってことですよね。触っても関係ない、まあ関係なくないですけど、まあ、極端に言ったら僕のやつって誰がやっても効くっていうのはものすごい悪い状態だと思う。ああ、こんな浅いゴミこれでも効くんですよ、実は時間かけない。だから同じものがこうやって呼吸入れて足から出ると全然違う、はい、これでも効くんです。骨に手当てて絶対効くんですよ、誰がやっても家庭で。ただ普通の人と違うレベルだね、体だったんですよ。体手じゃないじゃん、手は体で動かすから。それをやっていくと面白いと思う、うん、呼吸やりながら手の動きとか。そう、僕簡単にやってるけど、こうやってグーッと突っ込んだこうなるじゃないですか、はい、これをこう動かすとするじゃないですか。僕グーッと力入れてよいしょ、いや、これは力の勝負なんですよ、いつも言ってる。で、これ、まあ、これで多少力増えてくる、姿勢で。でも結局格闘技って実は出るんですか、これマッサージと一緒で、多分何やったかというと、人間ってね、必ず力で反応するんだよ、これ、うん、位置で反応してフッてなるんですよ、これ。こっちが本気であればあること、ね、ウッてなったらこっちは呼吸そのままに
優しく触ってると、ね、やって1、2、3、もう反応してるから3回目が耐えられないんですよ、うん、だからマッサージもこうやってすごい速いぞ、一発入れてるんですよ、こうやってさ、まあ、何ヶ月か前言いましたね、これ、はい、盗む、はい、盗み指、はい、これ、この3回繰り返していくと多分なってください、はい、そもそもこの呼吸の概念誰も鍛えてないから、はい、こう浅い呼吸で揉んでもダメなんですかね、効かないんで、それを練習してみますか、はい、全然違うよ、全然違うっす、肩もみとかだから簡単なんだよ、簡単、1、2、3の方が止めて、いや、これ なんすごいんですよね、僕揉まないけど絶対揉むのうまいんですよ、これもう入っちゃったらちょっとボディアス振って入れよう、なんか中、うおー、道を見なんかそうそうそう、こうやって1個触ってこっち硬いとか見る位置、あ、はいはい、こっち行くなってこういう風にしていくと、いわゆるあの最初に話した筋肉流れてるでしょ、はい、これなんだ、手でやったら筋肉流れない、筋肉動いちゃう、すごいな、これみんなやってみましょう、はい、ふんふんやってみるか、みんな、はい、そうそう、ベースベースでやればもうちょっと取ったらやればいいじゃん、はい、じゃあやりましょう、行ってみましょう、カメラちょっとどれからやろう、そう、得意なのこうだから得意なものもやってみる、飲みから、飲みから呼吸止めて、1、2、3で、はい、じゃあ、ちょっと止めますか、一回寝てごらん、はい、寝て、うん、背中も寝てて、マッサージしないけど、はい、最後終わって、ね、多分終わってもらう、あ、いや、ちょっと触っていいですか、すごいな、これ天国でしょ、筋繊維そんな動かしてないからですよ、この筋膜を1、2、3で入れてる、すごいな、一人寝て一人触って、これできたら年齢治ると思う、めっちゃ治ると思うよ、やっぱりその髪で、あ、すみません、あ、いや、一緒一緒で、あの、あ、はい、すみません、多分ダメなのこれなんですよね、そう、それダメなの、これダメなの、自分の手も痛むし、最初ね、あの大きめにやって1、2、3で呼吸、そうするとこう大きくこう動かしてるじゃないですか、大きく動かせば内側必ず動くじゃないですか、さ、今度は内側だけで動くだんだん変えていくんですけど、最初は大きくやらないと多分こっち先にしかなくできます、この間片っぽの方がいいです、自分のやつで1、2、3みたいな感じでやったら多分すぐできますよ、そんな難しくないのこれ、分かっちゃえば、でもう手でね、その中の流れ読む、あ、これ近くないですか、違います、近いです、この間これ分かった感じがしたんですよ、分かったでしょ、今日ね、分かった、こうするでしょ、最後こうやるんだよ、姿勢を、最初はね、ここでいいよ、こうしよう、最初はね、ホップステップジャンプだから、うん、ゲームプランと一緒です、いきなりワンパンじゃなくてチャンタンって行ってからバーンって見るじゃないですか、こうやってフッてやったら1、2、4、軽いです、それホップステップですね、ホップステップで、これ相手反応するんだよ、絶対、はい、1、2、3で、で僕呼吸できればまで1、2、3でこう、このルートを見つけるのが早いんですよ、ね、そうこうなったらこう流れがあるんだよ、はい、今ここに硬いのがあるから、そう流れてくのはなんとなく分かるんですよ、あ、道だから、ね、ずるずるずるって、そうそう、ずるほーっていかないんですよ、それはだから最後こうやって全身つなげてここだから、このさ姿勢取ってほしい、さすが平田さんのこの全部ここで
コントロールする、絶対にずれないですもんね、姿勢が崩れないです。本当自分も壊れない、壊れてると多分壊れるでしょ、多分ランナーが。ああ、そうですね。なんで手は一番使ってないじゃん、ここでしょ、ね、そうでしょ、で、あと呼吸があって、そうすると全然効き違うんだよね。そうすると、なんか手で分かってくる、自分がいいバランスだ。これだったら、ね、これできる人は触ってもらいたいね。これできない人は触らせないと。近いですよね。近いし。1時間やります。1時間やるけど。やります。頑張って。やっててね。ちょっと待って。あ、やばい。やばい、はい。だこれが体を作るってこと。首もちゃんと柔らかくて正しい姿勢になったら全然手変わったでしょ。はい、やばいっす、沼っす。入ったらどうだったでしょ、はい、ぶつかんなくなったんですね、はい、自分の体なの、手じゃなくて、手はもうある程度形はできてるから、はい、できてきたじゃないですか。じゃあそれをずっとやんじゃなくて、今度そのよく動くようになった手を体から持っていけば変わると。急に沼になりましたね今ね。そうで、手できない人この形やってもまだ間に合わないですか、まあ、早いんですよ。指と筋肉の境がなくなりましたね、はい、全然違うんだよ、はい、これ自分で味わったら再現するしかない。何回目本当に自分が楽にするんですか。これで足ちゃんと乗りすぎかもしれない。僕ほんと乗らないもん。ちょっとまたやります、はい、こうやって乗るときついですよ、はい、そうっすよね。こう僕でも押さえるのきついから、ああいやそう、こういますもんね、はい、僕でもこれだと、これとかもで、こうだから体の動きで手に伝えて、あ、なるほど。この体の足りないと乗るしかないとか、はい、そうだからこうなりそうと、そうそう、まあ、反応が悪いんだよ。なるほど。あのこれ引っかかったので、これね、多分うちの中で島津先生が最初というかだいぶ前に、そうそう、昔はこうだよ。ちょっとさっきのとちょっと違います。なんだろう、ね。さっき本当にあれですよね。ズブズブズブって。そうなんですよ。あ、沼ってきた。マジか。はい。これ動かした。これ。あ、来ました。はい。多分でもちょっと多分最初の位置が悪い。そうですね、さっきとちょっと違う。そうですよね、最初の位置は俺です。だからちゃんと、あとね、これね、僕もあんまり言う人いないんだけど、島津先生がこうやるなって迷うからスッていけって必ず言うと、なるほど、ことがなんかこうとかやりたいんですけど、まあ、これ良くないですよ、迷っちゃうから。もうスッてそのまま触ったら入んないで。あ、ちょっと近いですか。来てますよね。この感覚を骨を貫いてるんですよ。来ました。なんかどこまでも入ってそう。これやばいっす。でこの感覚を記憶するんですよ。記憶したら引き出すしかない。すごいな。ピンク効果どこまでも入ってきてる。入ってるでしょ。手はそんな疲れないですよ。疲れないです。ちょっとこの感覚を忘れたくないんで話したくない。いいんじゃないですか。これすごいっす。すごい。一回あ、感じます。すごい。全然違う。すごいですよね。今すごかったっすね。これ多分ゴッドハンドとこういうことで。一人だけ上手い人じゃないんで。気づいたら治るかもしれない。いや、そうです。これだけで治りますよね。治るの。こうやってだから、その先生はこう、触ったらどういったらどうなるって全部手で分かるんですよ。どこ触ってもこうやって。今ここだから、あ、こっち流してもこう。そんな先生めっちゃ治ると思う。それはもう、手分かってるから、こっち引っ張られてる、こっち。今こっちまで来たい、はい、うん、手で分かる。僕はそれをその手でこうやって動かしながら、これちゃんと揉める人これ覚えたり、ほんと流せますよ。土が揉めて、
受け手とか変わってみるよ。これ僕ね、拡張派だからスパーリングパートナー変えた方がいい。同じ人とやる。あ、じゃあ私名前一回交代してる、はい、誰でもできるようにするには、まあ、スパーリングパートナーのこと変えるお願いします。癖ついちゃうから、ね、あ、じゃあ、はい、すみません、ありがとうございます。何でしょう、名前さんの3倍くらいあるっすもんね。だからまた違うでしょ、だから、はい、分かるんですよ、いろんなことを。あ、すみません、ありがとうございます。皮膚硬っ。硬いですね。皮膚が硬いですよね。皮膚光る。皮膚はだからこうやって緩める。いや、こうやってるのちょっとっすもんね。こっち重いだろう、こっち重いでしょ。はい。チャージジュース。いや、そうやりたくなりますよね。簡単ですもんね。いや、そうなんですよね。で、ここだと。これで1、2、3。ああ、じゃあめっちゃ素敵。うん、こっちの方がいい。そこに乗るんですもんね、これで。乗るというか、こうなってないんですか。はい。この状態。手に入ってるから。はい。変な。広がる感じがあんまり伝わってないかな。ここまで、ここが。まあやることですよ。自主練はいつでもできるんだから、あ、僕入れとって、まあ、関係ないですよ、別に人間の体だから、硬からも全然違うな、違うな。波が伝わる。違うでしょ。波も伝わってないです。大きさとか変わると。リセットになるから、だからそれでいろんなことやったら実はできるんだよ。何も伝わんなかったですね、本当に。だいぶ違うんだよ。急にビッグ。そうなんですよ。ナミさんだったらここでいくわ。ね、はい、ここまで今からと。そうですよ。さっきの感覚が。そこまでいいんですよ。練習として。一つで覚えちゃったら通用しない。でも押すんじゃない。さっき左入れてもらったじゃないですか。すこぶる調子いいですよ。今左の結構です。違うな。でもちょっと近いな、うん。そこはそうなんですよ。そこ引っかかってるんですよ。だいぶ変わってくるでしょ。なんか本当体一つ。手のどうか考えすぎない。なんかこうなったらこうなっていくんですよ。そう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 、はい、はい、上下の力、はい、こうでもなんか普通こうしたくなるじゃないですか。それダメだ。じゃなくてこうなってやるんだろう。こういう力をかけて上に力が上った時にちゃんと乗るから、はい、下に力がいける、はい、こう落ちちゃうとこうだから、はい、こうなってこうなるとこうなりますよね。最後反省みたいな感じ、はいはい、そうそう、上げないと下に力出る、うん、下行っちゃうともう上半身がその力を使っちゃってる、うん、違うな、あれ違う、もう練習なんだよ。ここも入れてるんだ。ここじゃなきゃいけない。いや、手も入ってるでしょ。ここまで入ってる。もうここでしょ。俺足の裏とかも入れてる。手も入れてる。空気は。そう。まあ、こうじゃなくて。こうって。おお。覚えてる。全部足の裏とかも入れてる。そういうことなんだよ。あの手を作る。そうそう。イメージ違ったっすね。みんなだから、うん、違うんだよ。さっきの出ないですね。求めてること。空気を、ここにも空気が入ってる。ここも動くでしょ、はい、足の裏もどこでも動いてるから触ったら効く。だからこう体が全部。そうそう、体作らないとできない。ちょっと待ってくださいね。はい。
すいません。少しずつでやれば必ず出る。なんだよ。結局立前とかなんだけど、こう手をちょっと最初こう指に動かすとだんだんいろんな動きが出てくるやつが、それを中をこう膨らませたり閉じたりこう、こうよく聞こうってこうとか言えるやつだ。頭じゃなくて本当にここが中動いてるんですよ。足がやって動かしてるから毎回思うんですけど、足はね動いちゃうのつながってるから手動かしちゃう。別にでこれを手やるときはこうやって足からこう動かす。足からこう動いちゃう。動いちゃう。じゃあ繋がってから。一箇所動いたら全部動くんですから。その止まってるとこが痛くなるんですから。置いてかれてるから。じゃあ動かなければ全部動かない。動かなければ全部動かない。でも一個動いたら動いちゃう。この足の動き難しいな。いやあの少しずつだね足の力が。うねってるじゃないですか。あそうなんです。うねってるんですよ。だから中うねる。僕ね、一番最初に編集前の先生と会った時に、なんかいろいろ話してて、組み立てこう、全部こう、最初から。ああ。だから、関節で教える気になるわけですよ、そういう体持ってる。ああ。今、指っぽくこう、クッてやっても、普通は動かないの、これ。呼吸としてやったら、まあ、どこを動かしてもこう、こういうふうに動いてるわけです。今、背骨、動いたりとかするわけですよ。うん。それが、生命体的に正しい姿なの。実はでその体だから この人はここが抜けちゃってるって分かったら別に痛いとこじゃない。抜けちゃって硬くなってるとことか動かせたら治るんですよ。いきなり難しいこと立前形通るじゃないですか。前回か前々回やってこの形手で自分に触ってるでしょ。ここまで意識ある状態したらここで自分でこういうふうに動かしていく。え、自分でこれ出すんですか。これを動かす。そうすると出てくるでしょ。中掛けの、はい、そうこういう風に絞る。ここの感覚、ここの手のこう。その感覚で足の甲も少しずつこう動かす。で、足の甲は不器用だからある程度形出たら手からつなげて動かす。そんな足は動かせない。でも奥は必ず止めて中の動きが出る。その状態でこれを一呼吸でそれ3回続けたりすればつながってくるじゃないですか。やってるのはね全部同じなんだよ。やっつける時でも稽古する時でも直す時でも電気パンパンになっちゃうな癖だな。こうなると疲れるのかな。お互いここらちゃんと形取ってここで切ってる。ここからこうの尻に与えてるからこれちょっとこう回せる。おお確かにちょっと足動くっすね。なんかこういうことだ。これを最初は大きくやってもいいですから大きくやると中動いてるぞ。そしたら中の動きをこうやって出してくる。やがてやがてやがて最初からこれって難しい。この状態で大きくこういうふうに動かすことによって中の力って出るじゃないですか大きいから、したら止まって中を動かすのやつ、多分そうなんだよ。その辺り隠したのかなくなっちゃったのか分かんないけどずっとこうやっててなかなか出ないって実はそんな力がこの中でそう要するにこうやって体ねじたくさんねじるじゃないですか、大きくねじってまたいろんな動きすれば動くじゃないですか、そうすると中の動き大きくなるじゃないですか、それによって小さく動いた時も同じ中の動きを出す。そうするとこれ格闘技と全く一緒なんだよ。ええってなったら強いけど当たんないじゃないですか。大きく筋肉やっといてだんだん小さくてもこんなでも同じように中を動かすようにしてくる。野球でもサッカーでもそうじゃないですか。オーケーってやるけどスパーンって蹴れる時もある出てくるし、人間って大きく動かして小さくまとめるってよく言うじゃないですか。小さくまとめると最初から小さくまとめると大きくならない、動かないで大きいのを引き出す運動をしてるわけで、多分だからこうあと大きく動かさらに指で動かしてるとか肩の中あるわけで実際には手をこうこの手の
ん、みんなが鍛えてる筋肉ほぼいらない、うん、邪魔になるからなんですけど、その奥を出さないように、うん、そうそう、奥動かないようにね、変わってくるでしょ、ダメよ、こういう風にしてね、こうさっきみたいにもう一人刺激与えてやれば、あーやばいっす、これで、これがなんかケーブル、そうするとオートマチックに中の動き出てくるじゃないですか、こうやって僕の体じゃないみたいですねそうそう、そうすると変わってくる、中がだんだん作れるわけです、あー分かった、ね、で大きく動いて出ないものを小さくて出ないんですよ、あーでもそうそう、チャンスでしょ、はい、あの、あーはい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 、これも稽古の意味だ、いろんな意味がもちろんあるけど、あこれだ、筋トレじゃないから、はい、これだ、このままここで押していいな、そうで、そう、その感覚今ちょっと分かるじゃないですか、はい、でこの時それが小さく出てくる、そういうことですよね、これだ、あのとしたら違うんですもんね、全然違う、乗ったんだよな、でもこの中に乗ったよ、それなんか食べて自分の、はい、はい、中に乗った感じがありました、それ変わるんですか、でも力じゃないです、でも大きく動いて多分出てきました、でしょ、大きく動かさないと出てこない、で平さんに触っていただいたらそれがなんか出てしました、あとはやることこうやつをフッとして、で真ん中にあってね、でもどっか来ましたいやそうそうそれそれ見てる人絶対分かんない表現ですそんなね見え隠れするんですよ、でだんだん落ち着いてくる、何やってんだろう、何やってんのでこうやってついてました、ショートカットでこういうふうにして姿勢やってもらって、ここでも手を動かしてるんですよ、中の動きってこういうふうな、これはだから骨の圧、腱です、勝手にちょっと、はいはいはい、あ出てきた、あの、ね、はい、これ感覚が変わるとしか言いようがないんだけど、本当になってる、出てきました、それは骨があった時に出る力だから、はいはいはい、僕は合わせてるだけだ、熱くしよう、はい、今います、2人でスーパー IR やってみれば後ろにしてさっき言ったところねじるわけで、で足は、うん、あの膝曲げて力入る状態にして上に来るんだけど、ここからこう出るんですスーパー IR、それがすごいな、なんだまたさっきと違う感じです、もう体もさっきの取ってっから、はい、この状態でこうやったらぐわーってきてるよ、これ押されないように腹の力で保っていくと腹ができていくわけ、これ出てきたら今度やり方が大きく流せるようになってきてるから、今度はできるだけ上半身力抜いて腹で止める、肩力抜いてこう動いちゃうでしょ、でこれ手間の奥の方がいくら動いてもずれようとしたのだけ止めるんです、こうぐわーっと中入る、これだ、これでしょ、はい、自分の中広がんないと手は広がんない、うん、これ叩いたら強そうですね、そう、これさっきやったやつ、強い、中入れちゃう、はい、叩いたら強いと思います、めっちゃ強い、はい、ガーンじゃなくてなんかパンって波紋起こしちゃうから、ね、力いらないと思う、でそもそも素手だから固くしたら自分が折れちゃうから、うん、えーって言ったらこれ波紋入れちゃう、うん、その手でやると治る、何一つねたくさんはないんだけど、要は体ができれば何でもできる、
ちょっと来てません、ね、はい、さっきの。あ、最後最後、足んないなと思ってもらって。お手回れる。ちょっと来てますよね。はい。あ、来た。じゃあ、はい。あ、はい。はい、来ました。確かに映像見ても分かんないよね。来るんですよね、本当に。もう動けません、ここから。何も変わってなく見えますけど、ね。そうですよね。見てる方。旗から見たら。かなり押される感じが違います。無理に押してる感じじゃなくて、だから流してるの、なんか筋を流してる、筋の流れを組んで引っかかって止まるんですよね。時計を引くっていうのもこうだけど、それでここに反応を起こして結局分かればこうやって来るっていう。これできつくなってきて、こうこれですよ。いや全部そう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 、足の手で手は触ってるだけ、踊ってるみたいですもんね。なんか舞踊じゃないですか。これなんでも聞かれるの、これ、これも武術の形、片足でもできるようにして両足を強くして、そうそう、そうやって鍛えてくる。例えば自分の体健康になって長持ちするし、技が上手になる。これめっちゃ分かりやすいですね。指、手の指はね、動かしやすいから、そこから入るんだと。左やってもらったら左が分かんない。お互いちょっとまずやってみるかって、見てる人、はい、ありがとうございます。手をこうやって。ありがとうございます。よし、はい、人目から、これ分からない。もうだいぶだいぶだいぶ、もう何枚読まれた。いや、待ってさ、いろいろして、ここで決まるじゃないですか。ちょっと多分触るだけでいいですよね。手はね、あんまり気にしちゃダメ。いきます。ここから、ここからこれいきません？さっきよりちょっと強くいきますね。いきますよね。で、多分こうなるじゃないですか。で、よしよし。はい。どうですか？お、いい感じ。手は関係ない。平田君の手に僕が入れてる。平田君の入ること。おー、いきますね。これ。おー、すごい。この、こう。なんか本当ピキンってなった瞬間に、うわ、はい、ふわーっていう、どうですか、めっちゃ反応した、そこ、うわやばいやばいやばい、全部こっから先で持ってくれてるんです。こっから先の感覚なくなったっすもんね。なくなりました。あ、帰ってきました。はあ、ね、はい、多分これがちょっとこれでも変わるじゃないですか。そうです、はい、これ多分下に引っ張られる感じ、はい、そうですね。で下、はい、こういうふうにってるかも。でも自分の骨が呼吸良くなって、カンってつながったら自分が光るんじゃない？おー、めっちゃ入る。それやばいですね。首に来ますもん。腕全く来ないで。通り抜けてますよね。首に来てます。じゃあ、これこういうことなんだ。あ、じゃあ、これどうですかね。それは腰に来ますね。柔らかさだよ。センスがないの。これは首ですか、また。あ、結構ちょっと。いや、首だな。抜けてますもんね。抜けてますね、それ。だってもうこっち回っていっちゃってますから。さっき一回めっちゃ入った。あ、一回あったっすよね。めっちゃ来たっす。楽でしょ。本当にね。ちゃんと面白い。面白いでしょ。はい。ここはまたね。
いやもう何なんだろうな。これ結構いい。こう動かしてる。まあ私図書みたいですよ。動かないと。これを実際の。これどうして評判になると思ったんですか。あるんですけど、なんかこの辺肘ぐらいで止まるイメージは。うまいんですよね。うまいの究極はそういうことですよね。そうです。うまいってわけわかんないけど治っちゃうんだけど、これは骨のさ変形とか治るんだよ。これでガーッと骨を動かせれば周りの。だから膝切るってことですよね。そうそう。いやそうなんですよ、ね。手にではあの筋肉までしか動けないけど、うん、奥カンって動いちゃうでしょ。そうするとこれでやると膝治る。うん、これこんな人キュープが結構戻るの一歩。だからそれはもう力もいるけど、カンってこれ電気入れてるから。それをお医者さん言ってもね、誰も反応しないと。そうです。何らかの電気的な集まりだから、うん、で、いろんなものの形が、うん、結局神経の形じゃないか。だからそれの形に電気流れてるからなんですよ。いいっすね。右手で左手出して動かせる。そう、右手で左手で動かせる。その指持ってる、うん、やっぱそうなんですね。でも僕もこれで動かせる。そうなんですね。電気だから触んないと思う。もうこういう数字ありますから、普通の人たちここで電気だから。この辺のものなんですよ。究極はだから触るとね、ここで自分が高めて、これでなんですか。砂糖も入ってる。砂糖も入ってる。自分でやるときは触らないで、それを高めて、ここを通過したら動くでしょ。なるほど。いつまでも触ってたら。で、その結果、こうやっても効くこともあるけども、砂糖も入ってる。うちの先生、砂糖も入ってたから。さっきより確実になんか芯を抜いた気がする。だんだん動くんですよ、これ。自分でここ疲れてきたら、じゃあここやってみようかな。これ繋げるのかな。隙間を埋めていけばいいと思うんで、だんだん埋めていく。隙間を埋める。隙間があったら効かないから隙間埋めるよ。動いた時も隙間なくして密度。そうだから、どっか動いてないとこから大きいしてくる。直す時も同じ。先生ね、ここでこの形の隙間っていうのはどの辺の隙間っていうの。疲れて動かないところ、止まるところでしょ。はい。例えばこうなってるでしょ。こう隙間だけのわけです。こう姿勢悪いから。隙間だからこうやって、要するに隙間を埋めていくわけですよ。こうやって。で、だいぶ楽。はい。いや、ここが骨が繋がったからいいんだよ。綺麗だな。これ繋がってないんだ。いろんな場所で隙間見てる。そうそう、お腹力が強い。ああ、無理です。だからこの子の中回して。おー、だいぶ違うよ。だいぶ違う。こういうことは難しいよね、これね。隙間をなくすんだよ。こうやってちょうどね、脳梗塞だなってなってきてる。はいはい。でもこれはね、僕直せないんですよ。硬いのは取れるけど、でもどこ向くってやると、じゃ肩回ると回ったりする。ちょっとでやめてください。回りたいから、でこれをたくさんやるよりってこのまま後ろ向いてもらうとさ、来て押して動くんで、やってくる。下ろしてごらん、おなきした方がいいわ。じゃ首、このまま首を押して動くの、首も置くよね。だんだん繋がってくるでしょ。これ意外と効く。これはもう絶対無理だと思ったんだけど、
生きてるわけだから、ここ全く動かなくても、こういうふうにこうやって当てるじゃないですか。だからさ、結局つながってるもん。筋肉は動かせないところ、だけど生きてるから動かせるところを広めてるんだ。こっち行ったらこうとかやるとだんだん動いてくる。で、あの自分の体も同じなんだ。使ってないところも悪さする。使えないから、歩いてるようにしても、僕から動かない。これめっちゃいいんだよ、運動として。ねじる、首こうねじるって思うけど、自分で考えても抵抗をやる。また動いたな、じゃあ一緒にできるかなとかするわけだ。だんだん動いてくるでしょ。じゃあもう、こっからだけ自分の感覚がある。じゃあ前にやってるかなとか。そうそうそう、ね。やってないなってところをね、チェックできると人も動かないと分かるようになってくる。そういうことなの。だんだん体が楽になってくる。いろんな動きを。それで、ここに残るよ。ここに残るのがなんか気になってる感じ。なんか真ん中の。あ、力が。ああ、いいんじゃないですか。お腹力入るようになってくるんだよ。だんだん下に落ちてくるの力。練習かね。地面を押すだけじゃないんだよ。ちゃんと立てて動ければいいんだけど。勝手に動いて力いらない。力いらない。生きるの力じゃない。カニマティさん。カニマティさん。はい。行きますか。はい。そういう繰り返し意味で、だんだんやってると入ってくるから。みんな話す。乗らないようじゃん。乗るじゃん。入るよ、それ。違うな、押してるな。乗ってるから、乗ってるから。僕で真似するとね、そういうのどうだろう。僕はこう乗らないでこう独立させて、でこれでキック投げて、はい、これでこうですね。こうやるとね、やっぱきついんですよ、ここで上がる。まあ癖もあるから、これ絶対直してる。そう、でも相当入ってるでしょ。柔らかいよ、もう相当入ってるよ。あとそのまま動かしていくよ。抜けたっていいから、抜けたっていいから、入った状態動かすの。ちょっと入った状態長くなる。それで、こねるみたいにやってたら必ずこっちの方がよく動く。絶対分かってる。やらないと分かるんです。これですよね、でも。あー、なんかすごい入ってるでしょ、今。はい、ここ腰まで動かしたくなる。おー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 、何でしょうよ。あと呼吸を大きくなってくるんですよ。思考だから呼吸が朝にこうあれば大きくなってくるんですよ、絶対。こっちまで来るでしょ、動きなんですよね。なんか吐いたり、結局そうなってきたらもう筋だんだん引ける。来てますよね。来てますね。そこでね、一回休憩するの。来てますね。ね、みんなもちょっとやってみる。で、人を見てるから。はい、そこ。そこでやってみてください。はい、来たです。手でやると思わない。もう一回回るやつ。そうやってる。多分みんなね、こうやってる。こうやって足肩に乗せて下に降りるやつか。それを下ろして上げてる。今どこで上げたんですか。右足上げたんですか。左も上げた。で、そうやってるんでしょ。この状態でちゃんとこう地面に入ってくる。そしたら、はい、これを動かしながら地面のやつを上に上げてるの一緒に。
入ってると風呂入ってるんですよ。あ、見てるんですよ。体の仕事だ。そんな難しくないんだよ。かかとが長いじゃないですか。こうやってちゃんとしゃがんで、かかとまで降るとこう降りるわけで、そのままかかとから下から上げるようにしてる。ヒンズスクってここまでかかと乗ると降りるから、そのかかとの力を一回こう上に上げる力をこうピクッと作る。で、こう、かかと上がってきます。コートついてないですよね。ついてない。だから要するに全体重が、こういうぞかかと、止まっちゃうから、軽く上げて全体でかかとに落とすけど落ちきれないじゃないですか、これ、この状態、だからかかとをちょんとこの感じを微動でちょんとやったらそれをこう片足とかちょっとここに溜まってるものが、そうそうそう、た落ちちゃったら溜まんないから、それをクーッと溜めといてグッてもう一回上げるんですよ。繊細ですね。繊細な上手い選手は絶対それをみんなやってる。それをやらないと追いつくわけない。ゆっくりここに乗って、でこれ乗るだけでやってるからこうやって上伸びるんですか。本当に多分つま先だけでやってるの。僕は必ずかかとの動きを通してる。かかとでこう止めて、ここで指来たらかかとを必ず通してる。と動くでしょ。あ、動きます。そうそういう。うん、これやると歩きやすいんですよ。普段かかと通してないんですか。通してないでしょ、はい、か下手したらかかとで落ちてるでしょ。はい、この状態で正しくは足首が上がった時にかかとがちゃんとこう通ればこういうふうに上がってくるわけだから、この状態でこれだけもかかとを通し、かかと通すとこうなってくるんです。これいろんな形でか、ああなるほど、ね、そうすると芯が取れちゃうからかかとがこう入ってる、はい、それだけのことなんですよ。だんだん取ってくるから、そしたら曲げた時もかかとを通って落ちてくる、かかとを通して上がってくる。でこれを繰り返してなってくるでしょ。でこれメトロフレクティブの人がやってるんですよ。実は筋肉だけなんです。ある程度の重さを超えた人はこれやらないと多分上がらないはずなんで、ベタ足だとちょっと使えない。ちょっとだってどう考えてもこうやった方が早いじゃないですか、ね。これ早いのだろうし、あとこう微妙に見せる。本当しっかり一枚にしてる。なんかこうやるとバネが飛んじゃうから重さの字でこうやって。でもかかとは微妙に見せる。ついてない。ミスしないとですね。知ってるからってできがしない。これでも分かりやすいですよ。じゃあこうやってコースが分かりやすいですね。こう置いてこうやればさっきのやつが変わる。なるほど。そうそう。かかと通すと姿勢悪くならない。ああ、なりようがない。なりようがないの。そこちょっと練習してまたやってみると変わるか。変わるかもしれない。覚えてやったらまた何時間かかけて変わる。かかと結構変わりますね。全然変わるじゃん。かかとってそういうのになってる。これだけでいいの。かかとをちょんってこう、こうやるとさらに。難易度って言ってんの。多分ね、ちょっと疲れてるからできなくてもいいですよ。その時やらないと覚えないから。
ってもいいじゃん、抜けないために。あ、でもさっきとは違います。そう、さっきよ。変わっちゃう。中は中はこう動くわけないの。中、外が動いてる。もうとろけました。はい。これはね、必ずな運動してる。あ、なるほど。これだ。持ってきてるでしょ。はい。めっちゃ来ましたね。はい。かな。これだ。ただの記憶するしかない。記憶してまた出すしかない。一回できてるんだよ、触ったり。ああ、でもかかと落とすだ。ね、変わってくるでしょ。はい。結構施術している人、結構かかとを上げてこっちに乗ってるパターンかなり多い。それかなり相手もしんどいし、自分もしんどいんだよ。それだ、いつ多分どっかで変わっちゃったんだよ。昔絶対そのことをして。頭で考えてこのままいいって思ったら大丈夫。ああ、大丈夫。それがいいな、こうやって肩がやる、切れないんですよ。ああ、そうですよね。絶対こうするでしょ。ああ、来た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 。キャベツ切るなら切れないな、こうやんないと。キャベツするな。ああ、来た来た、来ました。ああ、ネタで分かってくるでしょ。はい、かかとだ。分かりやすいな。地面を押すよりかかとが中心で、そうそう、だから最初についちゃってもいいですよ。かかとついたらこうなんないから。全然ちょっとので、それをちょっと浮かせると自由度と力になる、うん、そのただ前に素の目かかとのまま、めちゃくちゃ左側に寝てるかもしれないです、もしかしたら。そうなんですよね。真ん中に見えますね。ああ、最初はどっちもついてなかったんで。今、見てみましたね。ちょっと右逆にいいですか。はい、お願いします。面白いなぁ、こういうの。このままだと手生、左だと手生に。見ていただけると、そうですね、もうちょっと右がついたら旅してくれです。でも入ったっすよね。入りました。だって靴履かないで歩けないから立ててないでしょ、もう、うん、ギブスしてるでしょ。恐ろしい。
ちょっとじゃあ名前ね。どうでもいいから。欲しいですよね。うん。ありがとうございました。いえいえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽になりました。いやいや、もう、すいません、なんか伝えない、あれで。いいです。柔らかくてね、こうやって撫でるじゃない、撫でるみたいな肉を感じて、本当に引っかかったらガンって入る。乗らないで脱いでるんだ。てか脱いでる。脱いでから入る。脱いでから入る。そこ、そっから入る。体重でそんな隠れない。あ、これも隠すよ。あの親指じゃない方で。あ、こっちで。だいぶ流れてるよ。で、そしたらもう戻る感じ。もう。そうそうそう。ずっと追わないで大丈夫。あんまりこねると良くない。筋がやられちゃう。はいはい、探すときはそう、もう優しく、どこで待ってもね、お手できたら歯も必ずあるから。わかりました。で、途中で柔らかくしないと、ずっと押してると、で、スーッと抜いて、また入れるわけですよ、その中で。ここ、水のこう。してるとすごい、ええ、そうでしょ、はい、いいんですけど、今腰に来たんでそれ違うんですよね。だんだん疲れると、だから呼吸がね浅くなるとダメと、深い状態でちょっと相当しすぎなんだ。ちょっと力が入ってきて、もう一回プリセットしてみて。
を意識しすぎている気がしてます。ここでもうちょい胸がここなの乗りすぎなの乗っちゃうと、はい、手硬くなっちゃう。ああ。ポジション変えてみますか。ちょっと逆にいいですか。逆で。もっと違うの。皮膚が通過する感じなんだ。もうないものとして。上半身がぶれないのかな。手は体の先だから、手はほとんど動かさないで体で持ってるから。最初柔らかくしないと固まる。開けたら、はい、体で入ってる。手が見ちゃってる。あ、まだ手ですか。もうふわって当てて、こう入れないで体で入ってる。やってるからそう、こうやっちゃうと、だから体でこう。今まで行きますか。今なんとかさ。水をね、こねんじゃなくて、水をこう、こねないで進むイメージですよ。ちょっと、筋がするんで。これ強いって深すぎるってことですか、先生。そう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 。層が。そう、下を作っちゃダメ。真ん中ぐらいが、筋がパーンって反応するところ。
とそのまんま救えればいいです。そうそう、座って動いてくると筋が動いたでしょ。深すぎると救えなくなっちゃう。そうそうそう、深すぎますね。いや大丈夫ですよ。そのまま動かすんだよ。深くしないで、浅くしない。大丈夫ですよ。ちょっとですよ。ああ。だいぶ緩んだでしょ。と思います。押すんじゃないんですよ。押すんじゃない。ちょっとよかったな。ちょっとだけ。そうそう、ほら、動いてきたでしょ。はい。これ筋肉だけの動きじゃないでしょ。次、ガーって動いてってるから。そう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 。
ちに来るってことは違いますもんね。ああそうですね。だいぶいいですよ。流れてるんですよ。流れはなんとなく分かってきました。次に考えてもらってもいいですか。はい、腰に揺れてきたいいですか。この辺から行った方が、はい。もう一回掴むまで。今日一番分かりました。これを強くせず、うん、深く入れず流すんですよ。体で。どんどん入ってくる。何でしょう。はい。で、かかとを下に。そう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 。これダメでしょ。はい。動画地味すごいシュールです。でこういうことですよね。そういう話なんです。こういうことですよね。やってる本人しかこれは分からない。あーなんでしょう。平先生と鈴木先生しか分からない。そういう世界ですよね。そうです。これがそうそうそう入ったでしょ。強さで変えて、そう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 、で伸ばし方で直す。これ合ってます。合ってます。吸い上げるが僕近いかなって。ああ、それでもいいんじゃないですか。感覚に感じが近いですかね。押すんじゃなくて親指で吸い上げて強さの調整はかかとというか、そうそう、なんかこう筋を捉えてると筋肉が、うん、こういうやつってことですよね。そうそう。でこれをこういうことですよね。うわー動いてくる。はい、そうそう今のに、はい、あちょっと分かったかもしれないです。こういうこと、そういうこと、あとは流しちゃう。乗るんじゃないな。流す、そういうことなんですね。そう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 、これが流すですよね。そうそうそう、あ筋肉じゃなくて、こうやると筋が流れてる、筋のエネルギーが流れてる。これが流す。そう、ある程度流すという感じだから。あんまり硬いと流れないんですよ。硬くなっちゃうから。こういうことだ。ちょっとガーッと頭まで流す。離れていくっすね。
そうなんですか。そうだ。こういうことなんだ。ものすごく緩んだ感じがするんですか。緩んだでしょ。こっち最後やってもらってもいいですか。わかりました。すいません。自分なんでこれ。ああ。ここで鳴るの。これはちょっと違いますよね。いや、その流しは大丈夫。大丈夫ですか。流すのはこれであったんですか。そうそうそう。これだ。YouTube 撮ってるじゃないんだよとかって言うと、あ、いるんじゃないか。体の仕方合ってますか。合ってます。体は離れていくけど手が、そういう感じですね。だから、はい、僕はほら胸張るけど、あの言葉的にはないです。これで構造ですよね。そう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 、ガーッと感じでしょ、はい、そうそうそう、モブロと違うでしょ。全然違います。吸い寄せて引き離れながら流していくみたいな。ああ、そう、これ今だ、今です。はい、僕の感情、言葉で、自分の言葉で。そうそう、分かってきたでしょ。分かってきました。モブのはセッティングなんだから、はい。これで見つけて、流れるそうな方向にそのまま手を。これはね、すんごい気持ちいいと聞く。強さ。そう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 。おお。できましたね。はい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 。ちょっとわかりました。自分の。感覚でいったところでしょ。これを流したい。うん。合ってますか。合ってます。違うの、こっちなんだよな。今だいぶいいでしょこれ。はい、と思うんですけど、どうですか。いや、いいっすよ。腰もう一回やってみますか。最後いいです。今の流すやつ
ボンボンじゃないですか、セッティングしてそっから食べる。流す意味が分かりました。ね、分かりました。はい。セッティングしてもらうとただの変な、はい、視圧になっちゃう。セッティング流すってこういうことですよね。そうそうそう。あと流し方が上手くなったらもう倍ぐらいですよ。僕の体が離れていく距離の限界でここまでしか押せないですよね。もうちょい行くと最後こう、こうなっちゃうんですよね。うん、なんか押すんですよ、僕は。なんか分かってるの。押して、かかとで押してって。あとちょっと深く、深くなってきたね。あ、そうですね。浅く、流しって。こんぐらいで。地面吸っちゃダメだ。こんぐらいを。それぐらい、それぐらい。で、こう。ああ、すごいな。緩んできたでしょ。はい。ボンベロとは全然違うんだ、これ。いや、全然違うっす。あ、はい。だいぶ。これは違いますか、まだ。いや、大丈夫ですよ。これも合ってますか。そっから流して。いや違うな、これ指難しいっす。指、他の指は。やっぱここは引っかかりがなんとなく分かってきて、離れ、でもめちゃくちゃ不細工なんですよ、多分やり方。ああ、そうですか。でも、出てきてますよ。あとは練習する。これですよね。中で慣れてる。はい。こっちやりやすい。何が違うんだろう。姿勢とかは変わってないですけど。ちょうどいいです。こういうことですよね。やりやすい。何が違うんだろう。気がします。やっぱり、緩んだよ。緩んだ感じがしますけど、どうですか。いや、いいと思います。ここで骨盤とか押してもらうと、この、こう、髪を入れます。こう、肘をこう、肘を。いいよ、肘を。で、またここ、ガーソンと入れて、手から流して、これを。
おお、すごいな。ああ、また上役ですよ。すごい。ああ、サイクじゃなかった、俺押し方。よ。だんだんよくそんなに変じゃん。見てないけど。そんなことないと思う。本当ですか。なんか、でも流すときに押すんですよ。こうなるんですよ。いや、いいんだと思う。それで OK やって、だんだん中できたらこうなる。なんで、ここ行くじゃないですか。これ以上届かない。そうなんですよ。なんで、それは練習でしょ。で、こうなんですよ。いや、合ってますよ、それ。こう。だ僕はそれを、こういうやつをここでやってるだけです。はい、あ。中の方が。それを押しちゃったらもう。ここで決めセットして。あーって、ここで僕がこう、押し出すようにして流してる。ああ。今までこうだったじゃないですか。はい。こんなもんね。はい。ここで、はい。これをこうやって押してるんじゃなくて、腹で押してる。広がってるの、はい、あ、こっちだった。あ、を押したらダメ。筋かけてあと広がる。で今のアップデートだから体ないんだからこれやるじゃん。だってあと実はこれでさっきの練習と一緒でしょ。ここやる。ああ、はい。でも同じやん。さっきの練習してればあのまず広がりが大きくなるやつ。大きい負担定するってことは中がだんだんできる。やがてこうやってできる。それは知っててもできないの。 やればできるってだけ。ああ、座ってるとだから素晴らしい、うん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、楽になった。いや、楽しい感覚。俺途中で寝そうですよ。すいません、すいません、おっしゃってました。いや、すごい面白いでしょ。はい、だんだん分かってきちゃう。いや、なんか強くやっちゃダメ。ダメですね。筋肉の中を動かしてるから、はい、そこを作っちゃダメ。でも中を動かすんですけど、表なんか2層目ぐらいなんですよね、感覚は。そうそうそう、はい、それもうあの医学的なんじゃないから、僕中ぐらいっていう。あ、はい、入れたくなっちゃうんですけどね。はい、そうです。それ以上行って剥がしたくなるんですけど、じゃなくてやってないんだよ。こうやって抵抗、こうやってないんだよ。こうだから最初皮膚で動かすのやる。あれでしょ、奥行ってないでしょ。行ってないです、ね、でこれさっきされるのもそうだったっすね。こっちの方がでも反応はいいんですね。そう、うん、いや、筋肉の中から上下動かしちゃう。全部動かしちゃう。全然違うでしょ。はい、それを多分僕が今やらなくてできるのだとこうなんですけど、正面するとそうで、これはもう体作れればできる。近いと思う。そうそう、超ダサくないですか。いや、それはもう一回してるからしょうがない。これはダサいっすよ。これ、多分これだと思うんですけど。合ってる合ってる。あとはこれを、作ればなるんだよ、中で。中でやってるよ。そうそうそう。で、しょうがないんだから、まず中ないんだから。そう、合ってる合ってる。だって合ってたもん。もう楽だと思う。これ、下手なやつ揉まれたりすると硬くなる。ああ、揉むじゃないっすよね、ほんと。中が重い。すくっすね。なんか新しい感覚です。入れちゃったことあるんですか。殺してるっていうか。そうそう、筋肉潰しちゃう。あ、そういうことですよね。ああ、だからなんか膨らましてるんですよね。なんか手つかれ。自分が一番やりやすいかもしれないです。ああ、そうか、はい、だんだん体が分かってくるから、はい、自分が一番やりやすい。なんでしょう。でもこの強さなんだ。動くの全然みんながやってると違うんです。だんだん解き明かしてきたでしょ。はあ、飲んでない。飲みじゃない。飲んでないですね。でそれを、はあ、あのいやこうやるふうにして、だから動かないところをこうやって、僕の硬いところをこうやって分かったらこうやって。ああ、なるほど。こういうで、それで骨を抜き出せばもっと。ああ、骨の周りの硬いのはちょっと削いでるわけじゃないですよ。はい、あの不思議なもののあれがちょっと分かってきた。はい、ちょっとずつ分かってきました。多分こういう揉みを頭入ってると一回抜かないといけない。あ、逆に。あ、そしたらその動きだったらそうなりますもんですね。ちょっとこれにならないようにちょっと練習して。そう、少し無理しない。だから最初に教えたこういうやつをやってるとだんだん大きくできるようになるじゃないですか。そしたら中育つからだんだん小さくとかって。なるとしか言いようがないんで、やっぱり必ずなる。また一月かけて、はい、この
試作を切るようにしてきます。自分で笑っちゃってるやつです。いやでも相当今日進歩したでしょ。はい、あの前回のここから進んだ感じがようやく出たんですよ。いやまた違いますよ。今まで多分こう手できて揉んでたのは中流すっていうのを入れちゃう、はい、全然でようやくちょっと指が分かってたんで、なのでちょっと精進します。精進してください。はい、ありがとうございます。毎月毎月やるんで、こちらこそ楽になった。